それ傑作だなお前は。いや別に面白いこと言ってないけど。傑作だなお前そいつ。連れてこいよそいつ。変すぎんだろ。いや飲みすぎですって。何がね、無実がいいだろ。なんて昼から飲んでますよ、だって。おう、それが何か。いや、何かもう目がもう、うつろになっちゃってんじゃないですか、もう。ええかい、なんかさ、人生ってのはな、短いんだよ。ああ、いや、もう、人生、100年人生とか言いますよね。だけどな、その、短いんだ、100年だって短いだろ。そうだろ。よく聞いとけ。ちょっと変な。いいか、だけどこの今な、俺たち大学生っていうこの時代はな、かけがえのない夏休みなんよ。わかる？あ、まあ、ね、人生の夏休みなの、はい、確かにこう、そうだろ、いっぱい遊びますもんね。そうだ、はい、こういう時にな、楽しまないやつはこれからの人生も何にも楽しめんぞ。あ、そっかそっか。じゃここでめちゃくちゃ楽しまないといけないってことか。心して聞けよ。あ、じゃあ田中さんもうガンガン飲んでください。バカお前。すいません、あのビールを大量に。バカお前、海賊じゃねえんだけど。お前海賊みたいなもんでしょ。傑作だよ。中澤マジおもろいな。いやいや、担当さんが面白いからね。中澤さんとやっぱ飲んでる時一番おもろいよ。本当ですか。あいつ、僕も担当さん飲んでる時が一番楽しい。こんなんがよ、ずっと続けばええんよ。わかるか。あ、いや、まあ、そうやろ。まあ、そうですけど。なんやねん、その感じ。そうだって、お前、そう言えよ、お前。そうですけど、いや、もうなかなかそうもいかないくらいですよ。何がよ、別になってそんな今まで。だから、さっき担当さんが言った通り、まあ、大学生だから、こうやって、いっぱい遊びますけど、ほら、ね。もうほうよ。僕もあと何年ぐらいですか？あと2年ぐらいか。2年ぐらいしたらもう、ほら、就職するわけじゃないですか。いや、まあそんな就職したとしてさ、別に遊べばええやん。飲み行こうぜ。就職したらほら、その就職先によっては、ほら、平日休みとかで、こう予定合わなかったりして。いや、別にそんな俺が合わせるよ。いや、まあそう、なかなかそれもうまくいかないと思いますけどね。いや、もうだからそう、今はこうやって大学生気分でいられますけど、ああ、大学生なんですけどね。いや、なかなかこうね、で今だからたくさん遊ぼうって思いました、田中さんのおかげで。そう、今は人生の夏休み。よし、めちゃくちゃ遊ぶぞ。そうやろ。はい、そうや。たくさん飲みましょう。そうな、ちょっと頼んできた。お姉ちゃん遅いよ。あ、だからの、お姉ちゃん、お姉ちゃんって言っちゃった。お姉ちゃん、僕柄じゃないのに。お姉ちゃんなんていう柄じゃないでしょ、ほんとに。田中さんはでもそうね、ずっと遊びますもんね。いや、いいなぁ。いや、僕もなんか大学入ったの間違えたのかなぁ。いや、遊んでたいなぁ。いや、もうやだな。そうよ、お前、だからお前、大学やめてやな。楽しい子なんて、お前、いくつになったらできんのよ。ああ、はい、な、はい、ああ、だからまた、絶対遊べんだからや、はい、遊びましょう。ああ、な。いや、でもな、そう、切り替えて遊んでこう。よし、すいません、すいません、すいません、チューハイ、すいません、担当さん、チューハイでいいですか。チューハイ、すいません、あと、すいません、続き、フライドポテト、と、あと、唐揚げ、いっぱいください。いやー、ちょっと、やばい、てか、まだ食べ終わってねえじゃん。食べ終わってねえのに食べちゃった。ごめんなさい、申し訳ない。いや、すいません、すいません、フライドポテト、なし、なしで。ごめんなさい、すいません、いっぱいこっちにあったんで、お姉さんも一緒に食べます。食べないか。僕ら、だからあんまつけてないんで。ちょっと食べ過ぎたポテトフライにパンパンですよ。いや、今日はありがとうございました。すごく楽しかったです。あ、また行きましょうね。お疲れした。あ、大学から大学で、はい、早いんでした。お疲れした。うい。うーん、くれてね。うわ、ひとつにかけ、あ、兄ちゃん、兄ちゃん、金髪豚腹ってか。金髪の兄ちゃん、え、さっきの店も一緒だったな。え、なんか逃げれちゃったか、相棒に。別にそんなわけじゃない。一軒行くわ。で、飲もうや、飲もうや。で、あんたもそうじゃ飲んべえだろ。俺もよ、今日昼からずっと飲んでよ。昨日も明日も何もないからずっと飲めるってこれね。これがいいんだよな、もうね。あ、兄ちゃん、酒飲もうや、俺と。いや、勘弁しなさい。え？だよ、おい、付き合うて。おーとくだったらね。ちょっと勘弁してください。お酒を飲めよ。え、しょうがねえ。おい、お兄ちゃん、おい、俺の酒飲め。おーとくだったらね。
あの人は俺だ。俺はあの人か。このままじゃダメなのか。帰ろう。本当だった。いやダメや、このままじゃダメや。中瀬さんもみんなもやがてちゃんと社会人になるんや。俺だって俺だってみんなと一緒になりたいんや。履歴書箱ノート、学歴か、欄多いな。小学校から書けんか、ちょっと分かるんだ。高校からか、高校からでいいんか。こんな開くんか。2行で終わりやぞ。まあまあ、学歴なんてな、今は別に高卒とかでも成功してる人いるし、ちゃんと働いてる人いるし。次が職歴。アルバイトは書かなくていいのか。関係要求書かんよりマシやろ。関係要求書かんよりマシや。俺の二十数年、真っ白なんか。俺は高校出て漢検4級取っただけなんか。こんな真っ白な人生なんか。よいしょ、いいえ、とりあえず飲み。あかん。ここで飲み行ったら何も変わらん。真っ白なままや。真っ白どころやない。透明や。そうや。俺はあのおじちゃんみたいやな。
俺は何者かになるんや。よし。あ、タラタさん、タラタさん、あのこれからみんなでご飯食べに行くんですけど、一緒にどうですか？わり、今日は行けんわ。ああ、そっかそっか、予定とかある感じ。今から資格の勉強するんや。資格？あ、いいかなかさん、夏休みはな、終わりがあるから夏休みなんだよ。終わりがねえ夏休みは何にもない、ただの真っ白な一日。ええか、社会人になったらそんな日もない。社会人は毎日敵が来る、毎日何かがやってくる。それを生き残んないといけない、サバイバルしないといけないんだ。わかるか？だから俺は一足先にこの人生をサバイバルする。だから中津さん、お前たちついてこいよ。待ってるぜ。じゃあな。頑張ってください。あ、ごめんごめん、あの駅前の牛式集合にしたから。魔法カード発動、強制チャンネル登録。ライフポイント4000払い、チャンネル登録をさせる。13456789111213141142122122